モニカ・ブライプトロイは、オーストリア・ウィーン出身の女優、脚本家。父親は、舞台監督のレナート・アッティリオ・ブライプトロイ。祖母は、舞台女優のマクシミリアーネ・メブス。女優のヘイト・ビヒ・ブライプトロイは大場である。幼少時代から舞台に立ち、ウィーン音楽、表現芸術大学のマックス・ラインハルト・ゼミナールで、演技を学んだ。1966年に、テレビ映画でデビューし、 生涯で100本ほどの作品に出演する傍ら、ベルリンのシラー劇場、ミュンヘンのカマーシピーレ、ウィーンのブルク劇場などの舞台に出演した。また、1993年から1998年まで、ハンブルク音楽演劇大学で教授として演劇を教えた。2006年には、ドイツ映画、4分間のピアニストに出演し、ドイツ映画賞主演女優賞及び、 バイエルに映画賞最優秀女優賞を受賞した。私生活では1971年に俳優ハンス・ブレナーとの間に後に俳優となる息子のモーリッツ・ブライプ・トロイを設けたが、ブレナーとは事実婚のままだった。1980年代前半頃の数年間、俳優のハンス・ペーター・コルフと結婚していた。2009年5月14日未明、長年患っていたがんにより、 ハンブルクで死去。墓はハンブルク市内のオールスドルフ墓地にある。ありがとうございます。